はい、こんにちは、栃木のたけし農場です。嫁が作ったね、水餃子、これから食べたいと思います。で、水餃子用に、皮を厚く作ったんですが、うちの母は何を勘違いしたか焼いてしまいました。で、今ちょっと食べてみたんですけど、やっぱり皮硬いよね。はい、で、これからね、電子レンジで温めて食べたいと思います。はい、中は何なんだろうね、さっき食べたんだけど よく分かりませんでした。またこの後食レポ、動画撮れたら撮りますので、はい、よろしくお願いいたします。ちょっと失敗したよな。これ焼いちゃうんだもんな。この後ね、ゆでたらおかしいことになっちゃうもんね。まあ今回はこのまま気合で食べたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、今ね、電子レンジで温めましたんで、これから食べたいと思います。よっこいしょ。はい、これもね、もらってからしばらく経ってね、あららら、ちょっと、夜間がチリチリ言う始まっちゃったんで、ちょっと夜間のけます。おっと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 、危ない危ない危ねえ危ねえ。今夜間をひっくり返すところでした。足場の悪いところを置いちゃってね。危ねえ危ねえ。で、これもね、しばらく冷蔵庫の肥やしになってました。これもらったのは2、3ヶ月、去年じゃねえか。うちのばあちゃんもね、入れてすぐ食べちゃえばいいんですけど、冷凍庫に入れといてって言って、素直に冷凍庫入れてね、そのまま忘れちゃうんだよね。時々とんでもない古いもの食べさせられますから。いや、胃袋は鍛えられてますよ、私も。はい、じゃあね、ラー油もつけましたんで、これから食べてみたいと思います。で、なんかばあちゃん辛いって言ってましたね。私は辛いと思わないんだけどね。やっぱり辛いかな。ちょっとね、ちょっと汚いんですけど、中身を出しちゃいますね。中身豚肉だけですね、今回はね。はい、中身は豚肉と、なんだろう、これニンニクかなんかかな。そんな凝ったものは入ってないですね。はい、こんな感じで。じゃあ、まあ食べてこんなこと言うとね、嫁に怒られちゃうんだけど、たけし農場はね、あまり味にはこだわらない方なんで、基本的に食べて体悪くするようなもの以外は何でも食べます。そんなこと言うと作ってくれる人怒るよね。まあ お世辞でもね、美味しいって言わないとね、嫁にハスラーで惹かれちゃいますけど、まあこれが中国の、まあうちの嫁は信用紙なんですけどね、旧満州です。満州の信用で生まれたんですけど、その北方民族が食べている家庭料理の餃子だそうです。で、中国の場合はね、日本では、ちょっとこれラー油入れすぎた。辛い。
ちょっと待ってください。ラー油いっぱいついてるとこ食べちゃった。ごめんなさい。あきつい。そんなにラー油いっぱいかけなかったんですけどね。ちょっとね、ラー油。大変失礼しました。日本では餃子っていうと焼き餃子が普通なんですが、中国では水餃子の方が多い らしいです。で、嫁は餃子の皮から作ります。ですからこれ水餃子用に作ったんで、結構皮が厚いんですよ。だからうまく噛み切れませんまあやっちゃったけどもうしょうがないね、焼いちゃったから。でもまあ結構美味しいです。で、あれうちの動画に出てきたかね、まあかな、このね 3,4 倍あるこんなねでっかいね、こんなでかい小判みたいな餃子も作るそうです。それも美味しいよね。ただ今ちょっと嫁手が感染で具合悪いんで料理はできないみたいですけど、まあね、手が治ればねまた作って持ってくんじゃないかなと思ってます。まあまあ、ちょっと皮が硬いのを除けば、で、ちなみにうちの嫁は13、14だから今日行ってんのか、今日行ってんだな、山形の方へ、女子会で、旅行に行ってるそうです。で、15日に来るっていうから、じゃあなんか美味しいものでも食べに行こうかっていう話はしてるんですけどね。いや、山形で美味しいもの食べて、またね、こっちで美味しいもの食べて、ますます太るんじゃねえかなと思うんだけど。まあ、それはどうでもいいや。ちょっとね、皮が硬くて飲み込めないです。まあね、多分水餃子にすればね、美味しくいただけたんだと思うんだけどね。ちょっとこれはうちのばあちゃんには無理だわ。で、あと何個残ってんのかな、 1,2,3,4,5,6、 あと6個ありますけど、今日はちょっともうお腹いっぱいなんで、これで終わりにしたいと思います。はい、そういうことでね、うちの嫁、急性上、耳を3つ、森っていうのは木が3つなんですけど、うちの嫁は耳3つで、上という苗字です。はい、上さんの作った、本格中華の、餃子。本当は水餃子にするんだよバージョンですけどね、焼いちゃいました。はい、の食レポでした。はい、お付き合いありがとうございました。